とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか。いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうが、その地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。起きた掃除か。気ぃつけや。気ぃつけや。何そいつ。斉藤君、あんたこの後副長と椿楼で会う約束やったな。ああ。椿楼は四条通りを東に行った祇園の中にあるわ。ほんなら、ほな、何すんねん。
ください。寄っていってくださいね。気軽に覗いてってな。どうも、いかがでしょうか。おいでやす。今日は何にいたしましょう。いらっしゃいませ。どうも、おおきいかがですやろか。何？いや、はい、ええ、待っておくれやす。
はあ、おい、え、ああ、
おい。 見てってくださいね。いろいろ。
ってってや。いらっしゃいませ。おおきにね。いかがですか。いらっしゃいませ。夜だけ寄ってってや。安うさせてもらってます。見てってや。いらっしゃいませ。ええもんだけ取り揃えてますよ。血を塞ぐな。いらっしゃい。何にいたしますか。いらっしゃい。ほほう。どうもおきにね。Ah.
なあ、あれ。あそこ見ておくれ。いらっしゃいませ。ほっほう。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。
随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理神流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理神流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理神流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。何だと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためにはね。斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では、はじめ。だなあ。
降ったな。その程度か。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並の穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。斎藤はじめ君。